はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にネスカフェエクセラ、このインスタントコーヒーをですね混ぜて飲んでみました。インスタントコーヒーなんですけれども、上品な香りといい感じの苦味渋みがありまして、素敵な、それこそ帝国ホテルで出されてもおかしくないようなインスタントコーヒーでございました。1杯33円ですから、非常にコスパの良いコーヒーであると言えると思います。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。横浜の家系ラーメンですかね、なんか白いご飯を残して帰っていった女性客2人に店員さんが X で怒りのツイートをしていたらしくて、家系ラーメンっていうのはね、ラーメンがおかずでご飯が主食なんですよね。なので家系ラーメンでライス無料のお店があると、まあ、正直嬉しいというか分かってるなっていう感じがするんですよね。最近結構値上がりしてますからね。結構前ですけど、確か西屋ってラーメン1杯500円でライスも確か1杯は無料だった気がするんですよね。最近は、セイヤちょっと前に来ましたけど、確か1杯650円で、ライスも有料でしたから、結構値上がりしてますね。しかも武蔵屋って言ったことがないんですが、武蔵屋が確かライス無料ですもんね。家系っていうのはね、麻薬みたいなもんですよね。もう一回味わっちゃうと、まあ、ハマらない人もいるんでしょうけど、私のハマった人間からしたら、家系ラーメンのない人生なんて考えられないので、バズったらですね、収益化できたら、毎日家系ラーメン食べに行っても、バチは当たらないぐらい日数やってますんで、存分食べたいですね。ただ、ライス無料でも、結局2膳も3膳も食べてる人ってあんまいないですよね、普通に考えてね。食べても1膳ですからね、私の年でもう2膳とか3膳とか食べるのも、もう糖尿病まっしぐらですから、糖尿病になると目も失明するし、足も切断しなきゃいけなくなりますし、もう大変ですから、もう糖尿病っていう名前がね良くないですよね。なんかちょっと可愛いじゃないですか、糖尿病って。ちょっとおしっこが甘いのかなみたいな、そんな感じの名前じゃないですか。もっとえげつない病名にした方がいいような気がしますね。糖質の食べ過ぎには気をつけて生きていきましょう。はい、ということで現場からは以上です。